怪文イラストクイズ。カプリティオ石野です。AD です。ルカです。ヒロです。最強クイズ集団カプリティオチャンネルです。よろしくお願いします。ダードシーソー、どういうやつ？その準備よろしくお願いします。カプリティオチャンネルちゃんなんだけど、ああ、なんか初めて見る。ゆるキャラみたいな。そうそうそう。どういうクイズなんですか？はい、テレビのね、クイズ番組で見たことある人いるとは思うんですけれども、うん、今からある回文をイラストにして見せるので、うん、その回文が何かを当てるというクイズになっています。はいはいはい、はいはい、例えばですね、竹やぶが焼けている絵がバッティングされるので、竹やぶ焼けたと当てますと正解、はい、正解するとプラス1ポイントで、うん、答は2回間違えるとその問題の回答権を失います。あー、なるほどね、はいはい、1回はボケていいということだ。まあそうだね、そうだよ。確かにな、5等の数をボケでカウントしてたのやばいでしょ。ちなみにですね、今回のイラストなんですけど、すべて僕が自分で描きました。結構、イラストだけだとわからない部分とかもね、あると思うので、その辺はまあ、だんだんヒントが出たりもするので、まあ、めげずに頑張ってもらえればと思います。はい。ちょっと待って。はい。このボードと早押し機が両方あるのは何なの？答えは早押し機でボタン押して答えてもらうんですけど、考えるときにね、ボードがあった方が考えやすいということを以前やった鬼滅の刃クイズで僕は学んだので、脳内でやって死ぬかと思ったのかな。そうなんですあ、メモ用ってことで。あ、そうです、そうです、はいはいはい、なので、ね、ボードを使って考えながら分かったらボタンを押して答えてください。はい、それでは早速行ってみましょう。はい、はい、では早速参りましょう。第1問目はこちらです。はい、ついたのは古川さん。アバ、バー。アバ、いないいないバー。はい、すいません。でもアバに見えたよ、俺は。本当にアバだと思ったよ、ちゃんと。あー、なるほどね。あー、すげー。はい、じゃあもう一度イラストをちょっと見てみましょう。アバから考えより、いないいないバーから考えた方が早いと思うんですけど、まあそうね。これ俺アバが先だったから、アババーってすげえバカなことだ。はい、ということでですね、正解はアバいないいないバーでした。やったー、嬉しいぞこれ。ルカさんが1ポイント獲得です。ダンシングクイーンのアバね。あ、そうそうです。はい、では続いて第2問参りたいと思います。はい、第2問目はこちらです。どん。はい、エティトノマノト。あー、そうか。いやだから、いやいやいや、知らないんだって、ドカベン。ドカベン知らないんだって。ドカベンよく出るから。知らねえんだっつ。今、でもドカベンであることは分かった。いや、トノマが、何してんのだっけ。あ、そうそうそう。それを学んだの。じゃあ、ちょっと改めて画像の方を見ていきましょう。ドカベンに出てくるね、セカンドのトノマ、ノトハントになっていた。そんなわけないし。何が M だよ、マジで。何々面っていうのは元の方言なんですか？あれはね、違います。静岡の方じゃないかな、面は。はい、はい、トノマが能登半島になってるってことで、トノマ、能登が正解でした。いや、俺このアババーの恐ろしさから、あの、これもまだあんのかなと思って。もうちょっと長い可能性もあるよ。そう、でもまあ一発目はこれくらいでいく方がいいな。まあまあ、では続きまして第3問目参りたいと思います。おもろいな。3問目はこちらです。ドン。はい、エティ。グレイハイレグ。うわ、すげえ。すげえ速さ。まあ、グレーだろうは瞬間分かったわ。まあ、グレーだろうな、ね。うん、そうだよね。あとはそのね、入れ具が入る。入れ具か、そうか。考えれば、ね、ハイレグですよ。速っ。はい、ということで、ロックバンドグレイさんのメンバー4人が、全員なぜか下半身がハイレグになっているということで、正解グレイハイレグでした。一応グレイはハイレグでも成立なので、こちらでは正解だったと思います。ひさしさんが特徴あるのが分かりやすいですね。ひさしさんが一番面白いな。申し訳ない話。そうだよね、架空のひさしさんに対して面白い面白くでもないんだけど。そうなんですよね。でもさ、やっぱりハイレグでもすごい凛々しいかもしれない。そうですね。もうね、人をフィーチャーしてくるなって。4人組がまず3分の2を人組が多いんだぞ。確かにアバとグレイも出てきて、はい、トノマは四天王だからよ。本当だ、本当だ。それでは参りましょう。第4問目、こちらの問題です。どうぞ。何
これ。あー、当たったのに。え、T。うどん店に任天堂。はい、OK でしょうか。はい、じゃあイラストをもう一回見ていきましょう。まあ、丸亀製麺と書いてありますけど、うどん屋さんということですね。で、店員が全員任天堂のキャラクターマリオ、ピカチュウ、リンクになっているということで、もう用意した回答が任天堂うどん店にだったんですけれど、うどん店に任天堂でも正解とします。どっちも正解ということで、ね。はい、という問題でした。スマブラワンチャンなのかなと思って考えました。まあ、そうです。スマブラか任天堂のどっちかなと思ったんですけど、うどんが、うどんがあるから。やっぱり書くのもむずい。それにリソースを取られるから、脳内との駆け引きがあると、これは。はい。っていうところで、次の問題です。では参りましょう。問題はこちら。なんじゃこれ。要素は結構あるな。この絵からね、どれを拾うかっていうのが結構大事ですね。はい、一回ボケに行きます。はい、行こう。え、年末つまんねえ。残念。お、すごいね、それ。そんなの成立したんだ、今。まあでも、年末というには、まあちょっと早い。ちょっと早いか。12月の初めですから、まだ。めくりカレンダーの12月1日というのを見て、男性が驚いているという状況です。うん。じゃあ、違うそうだけど。はい、シワスです。わし。お前個人だけシワスじゃねえよ。曜日とか木曜を使うのかな。ねえ、どこまで使うの。これだけじゃ分かんないね。あと日めくりカレンダーっぽく見せたいので曜日とか木曜を入れたんですけど、うん、それは関係ないですね。なるほど。日めくりであるということが重要なんです。日めくりであるというよりかは、まあ、曜日と木曜以外の要素というか、まあ、日をめくったら12月になったみたいな。うん、いやーでもできってもう絶対違うなっていう回復は言いたくねえもんな。もう一つボケ回答が浮かんじゃったけど、これだと死んじゃうから。あとでしますよ。驚いてる人は誰でもいい。まあそうですね、男性がハゲてることとかあんま関係ないですね。あ、そう。はい、これ大ヒントです。想定解は5文字です。あ、5文字、5文字、5文字です。はい、古川さん。すはしわす。はい、どうも。やったぞ。スワが好きすぎるな、ほんとに。俺ね、もうこれスワが出た瞬間、あいつやっとるぞ。スワ好きだもんね。え、もう12月なのということで、スワシワスという話でした。こだわりポイントとしては、実際の今年の12月1日の日付を調べて、火曜日で遠引きが。いや、そこはいいんだよな、別に。で、まあ、火曜日なので、赤でも青でもなく黒にしてる。あ、なるほどね。ディテールにはこだわってた。そうなんです。はい、ちなみになんか思いついたボケ回答はあるんですか？1日、父、タイツ。要素ねえんだよな。書かれてないもん。この感じタイツだった。タイツだった。ハイレグかけたのに何タイツかけるの。はい、ということで、いい勝負になってきたところで次の問題いきましょう。第6問目はこちらです。ドン。要素が多いぞ。本当だよ。引き出しの中の服は中日と書いてありますね。はい。で、女性の着てる服にはキッズウォーと書いてありますね。あ、キッズウォーについて学んだ、まあ、無意味なわけないもんね。ドラマ、ドラマ。ドラマの名前だね。ドラマです。誰が出たんだ、キッズウォーって。俺も知らねえ。キッズウォー要素教えてくれるかも。いや、そこはクイズだ。さあ、勝ちに来てるよ。そう、誰かわからんから何にもかけない。そう、答えようがない。はい、古川さん。お前、宇野、家、井上真央。正解でございます。井上真央だ、井上真央だ。中でも知識がいるタイプの大群でしたけれども、振り返ってみましょう。まあ、これ野球少年ですかね、が指を指しているんですけれど、吹き出しの中の中日の選手が昔のチンプレーで頭でボールをヘディングしちゃった宇野勝なんですね。はい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 、宇野勝かっていう風に指さしてて、で女性の方が、いや違いますよっていう風に言ってるんですけど、キッズウォーっていう服を着てるんですよ。花より団子とかじゃなくね。あ、そうなんですね。正解はお前宇野、いえ井上真央でした。やだー。宇野勝る分かります、皆さん。まあまあ、まあ、はすぐ分かるよな、あれで。すごいよな。あれで分かるのはすごいけど。すごいよな。あのね、井上真央、あれ切らんのよ。ないないし、ない服。はい、ということで、古川さん正解です。よっしゃー。参りましょう。次の問題は、こちらです。ドン。なんやこれ。か、無事、これなんだこれ。なんだろうね。
真ん中の筒状のものの中は薄黄色に塗られてますね。薄黄色だから何なんだ。だから何だ。その要素がいるということです。手前の人は誰でもいいの？じゃあ手前の人は割と誰でもいいですね。これはその肝の部分は俺分かったけど、マジ？ただその女の人とこの男の人がこうやって飲むとかも含まないと正解にならないもんね。そうですね。まあこれシチュエーションとしては男性のセリフですね。ああそういうこと。はい。薄黄色。はい。薄黄色って何？この肌色の物体が薄い黄色のものに包まれています。でまあ言ってしまうとこれ試食みたいな。そうですね。はい。切って、爪楊枝が刺してあるこの世にあるようになっともないちょっと黄色のものの正体俺分からんのやけど、俺ちょっとそれもなんとなく分かったかもしれない。マジすごいね。じゃ古川さんもあとは解文に仕立てあげてあげてあげて、後ろの方がなんだろう、じゃあはい、ちょっと待ってくださいね。はい、AT 素伝部のみ、君の分です。想定外って結構違うのでバズです素伝部。お酢で伝部をつけてたんですよね。そう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 。意味は通るかそれ。確かに君の分ですがちょっと違うな。切り分けてくれたよな。そういうの。君はこの5切れ食っていいよっていう。そうそうそう、そういうことで。やっぱ伝部だとみんな思うんですよ、ね。あれは伝部だよ。伝部だろうなと思ってたけどね。それはそうだ。それはもう見るからに伝部よ、あれは。黄色い液体が酢であることも合ってます。ああ、そうだよね。あ、そうなんだ。はい。はい、ゆるかさん。まあ、これなんですけど、みたいな意味で、はい、酢でつけたケツです。はい、やったー、やったー、なるほど。やだー、まあ、だいぶシンプルだったってことですね。そうだな。はい、スーパーの1コーナーで、八百屋風の男性が試食させてるんですけどね。後ろのこのホット状の培養してる。だってテーブルの見てるんだ。食品の管理の仕方じゃないだろ。そう小さい気泡みたいのが出てるんですよ。絵なんですけど酢漬けを見える化した結果があるということでね。古川さん、パーフェクト正解でした。やったー。はい、ということで問題以上で終了です。じゃあ得点の方を見てみましょう。古川さん4点、AT 3点ということで、うん、優勝は古川さん。やったー、うれしい。あのね、絵うまいね。ありがとうございます。ケツの絵はね、絶対ね、石野さんはケツって言い方するんだ。絶対ケツって言ってくるの。そうそうそう、いやーそうね、まあ、怪文とかそういう言葉遊び系が結構好きなんでね、はい、まあ、見たことない怪文が結構今回聞けたんでね、それはすごい面白かったです、ね、よくないですね。全部もね、今後採用していくんですよね。ドキバメイツみたいな。あ、そうなんだ。そういうのを使ってくるから。ドキバメイツがあるんだから、全部いいよ。何だな。ありありあり。確かに酢でつけたケツを提供してるお店の人がすげえ優しい顔してる。こんな穏やかな顔で酢でつけたケツを提供してるのかと思って、やっぱりちょっとちょっと笑ってしまうんだよね。怪文同行よりもやってることマッドサイエンティストに近い。この顔なんでしょ。お札ようない顔。自分の行いに何度迷いもない。はい、ということでね、ぜひ面白かったら高評価、バシバシお願いします。おっしゃってください。はい、以上、本日のカピーティオでした。チャンネル登録、高評価、ツイッターのフォローよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。ちょっと待ってください。